スモックは軽作業用に用いられる上着の一種。18世紀前半にイギリスのウェールズで農業従事者によって使用されていたものが起源とされる。襟がなく丸首で丈の長い身頃に長袖がついた形の上着である。やや末広がりのゆったりとしてストンとしたデザインで作られている。背中、胸元、および袖にあるチューブと呼ばれるプリーツと そこに織り込まれたスモッキングと呼ばれる伸縮性を保持するよう調整された亀甲模様の刺繍が特徴である。伝統的なスモッグはリンネルか羊毛で作られており、竹は桃竹からふくらはぎの中ほどまでと多様である。伝統的なスモッグでは施される刺繍の様式は地域によって異なり、車輪型の刺繍は入間車引きや漁車。 羊と牧羊図への形をした刺繍は羊飼いなど職業ごとに伝統的なものをモチーフにした。刺繍はスモック本体と同色のリンネルで施されることが多かった。これら伝統的なスモックは19世紀中頃にはスタレ着用されなくなった。その後女性や子供のファッションとして伝統的なスモックに習ってデザインされたブラウスが作られるようになった。 これらは上質なリンネルやコットンで作られ、コットンフロスで施された繊細なスモッキングがスモック本体の色とコントラストを成している。パステルカラーのスモッキングが施されたスモックは今日でも乳幼児の衣服として一般的である。日本では幼稚園や保育園で園児の制服として使用されるケースが多い。ありがとうございます。